はじめましての方もご常連の皆様、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。10月8日の TBS 昼帯にて番組終了直前ですかね、 TBS アナウンサーの江藤愛さんが唐突にお詫びと訂正を読み上げました。日曜日のサンデージャポンという番組の中で、元自民党所属の国会議員だった金子めぐみさんの発言の主語が取り違えられて放送されていたというんです。これ先に結論を述べておきますが、悪質な捏造でした。 VTR が捏造されていたんです。これ TBS テレビの劉鳳正峰社長が記者会見開きまして、無制限で質問を受け付けて、なぜ捏造としか思えない VTR が作られたのか、その制作過程を検証してつまびらかにしなければ、もはや TBS はテレビ局としてのその資質というか資格がないという話になってしまいます。なぜなら別々の質問を一つの答えであるかのようにガッチャンコした捏造が今疑われているからです。サンデージャポンの中では、今回石破茂内閣で少子化担当大臣として初入閣しました三原淳子さん、彼女をよく知る人物として紹介されたのが金子めぐみさんでした。自民党女性局時代の自民党の YouTube チャンネルカフェスターでお二人が共演しているところをわざわざ VTR にまとめて紹介して、そして夜の夜中での金子めぐみさんのインタビューに場面が切り替わります。後ろに機動隊が待機する護送車がありますので、これ永田町周辺かと思われます。そこで金子めぐみさんは、私なんかめぐって声をかけてくれたりとか、後輩にも配慮する議員だと思いますけどとした時に、これカットが変わるんです。それまで斜めから撮影していました。これが急に引きの絵に変わるんです。 TBS 昼帯で TBS アナウンサーの江藤愛さんがお詫びと訂正で紹介したのは、このカットが変わった後のセリフのみ番組の中で紹介されていましたんで、せっかくなんでその TBS 昼帯でのフリップの方より紹介したいと思います。政治家として物議を醸すことも結構言っていたので、今まで一政治家で言えていたことが閣内に入ってどこまで言うのか、それがまた言い過ぎて閣内不一致になるかもしれないから要注意人物ではあると思います。昼帯が切り出した発言というのは、金子恵美さんの発言とされるものは、安倍晋三さんの国葬儀において安倍晋三さんのことを国賊と発言したことでおなじみの村上誠一郎総務大臣、村上さんに向けての金子めぐみさんの論評だということです。三原淳子さんへの金子めぐみさんの発言であるかのように紹介されましたが、これは村上誠一郎さんに向けての論評でした。お詫びと訂正ということなんですが、これ TBS の昼帯がまた悪質なのは、捏造していたことを隠そうとしているからです。TBS 昼帯ではサンデージャポンの中で金子めぐみさんが政治家として物議を醸すことも言っていたと、この発言のみを紹介して、これは村上誠一郎総務大臣に向けたものでしたとお詫びしました。しかしサンデージャポンの捏造 VTR の方では、私なんてめぐって声をかけてくれたりとか、後輩にも配慮する議員だと思いますけどと、明らかに金子めぐみさんが三原淳子少子化担当大臣の人柄について語っているかの VTR が捏造されていたわけです。またインタビューの前段には、三原淳子少子化担当大臣と金子めぐみさんが国会議員時代に自民党の YouTube 番組でわっきゃわっきゃと仲良くしている、そんなシーンが切り取られて紹介されていたわけです。普通に10月6日に放送されたサンデージャポンを見た人は、元自民党所属の国会議員であった金子めぐみさんが三原淳子少子化担当大臣を要注意人物と論評をした、評価してみせたと受け止める方がむしろ自然なんです。実際に記事をこたつ記事にしていたスポーツ報知はこんな見出しを取っていました。入閣の三原淳子さんは要注意人物、後輩の金子めぐみ氏がサンジャポで指摘。記事は昼帯でのお詫びの翌日にしれっと削除されておりました。ただ少なくともスポーツ報知のこたつ記事担当記者は、金子めぐみさんが
三原淳子少子化担当大臣を要注意人物と見ていたと受け止めたということです。実際、昼帯のお詫びを私がツイートすると、番組を見ていた方から、実際の番組見ていたところ、村上誠一郎さんへのコメントだと、読み解くことは、受け取ることはできなかったというコメントが寄せられておりました。白がこう言ってます。組織ぐるみ。サンデージャポンは発言を捏造しまして、それをお詫びらしきものの TBS 昼帯では、捏造している箇所を伝えないこと、すなわち隠していたこと。ならば、組織ぐるみなわけです。よって、劉邦正峰 TBS テレビ社長の説明責任が求められるということです。何かの手違いかもしれないという反論があるでしょうか？いやそんなことないです。カット割りされているわけです。別々の質問をガッチャンコして、事実をねじ曲げた捏造なわけです。これですよ。TBS が違うと抜け抜けと言うんであれば、証明すればいいんです。素材を出せばいいんです。悪魔の証明じゃないです。ないものを出すじゃなく、ある素材、編集される前の素材を全部公開すれば明らかになりますよって話なんです。動画を作る界隈の端くれにいるものとして、舞台裏を推測してみます。VTR を見る限り、音声と照明さんとカメラマンと TBS アナウンサーの4人は最低でも4人はいると考えられます。それを図にするとこんな感じです。こちらを金子めぐみさんと思ってください。そしてこちらを TBS アナウンサーの吉原康美さんだと思ってください。それぞれが胸元にピンマイクをつけているんです。すると、これその場である程度の音量の調整をしていたと見ることができます。また、ライトが一方から当てられているんです。するとそこに照明さんがいるということです。ライトが固定でカメラが切り替わってるとか位置が変わってますんで、照明さんとカメラマンさん。そして音声に TBS アナウンサー。一般的にはその場を仕切るディレクターがいるもんなんですが、ディレクター自身がカメラを回している可能性もあるので、それでもやはり最低でも4人は必要と考えられるんです。そしてサンデージャポンという番組は生番組だと思われます。この VTR が流れた時、誰一人、あれその発言、国賊さんの発言だよね、と、誰一人訂正しなかったということです。さらにインタビューをしていたのが、TBS アナウンサーの吉原康美さんかと思われまして、この吉原康美さんと言いますと、TBS サンデージャポンのアシスタントさんです。そしてこの10月6日の放送でも、吉原康美 TBS アナウンサー、スタジオに、いらっしゃいました。つまり、別の質問と別の質問をガッチャンコして、三原淳子少子化担当大臣を要注意人物だと金子めぐみさんがおっしゃったかのような捏造を、そんな VTR が流されていることを知りながら、TBS アナウンサーさんはこれを否定しなかったわけです。はい、TBS サンデージャポンが捏造 VTR を作りまして、それをお詫びする TBS 昼帯では、その重要な背景情報に触れず、つまりはサンジャポという番組と昼帯という番組と TBS アナウンサー。これらがグルのグルになってたわけですから、これはやはり組織ぐるみという結論になっちゃうということです。それをちょっとした手違いであるかのようにペコリとお詫びをしてみせたわけです。ここで、削除されておりますが、スポーツ報知のこたつ記事にも流れ玉を当てておきます。すでに削除された記事なんですが、スポーツ報知のこたつ記事にも捏造が疑われるので、インターネットアーカイブの方よりそのまま紹介します。また番組は、元衆院議員の金子めぐみ氏を直撃。金子氏は、三原氏の人柄について、めぐと呼んでくれたり、と面倒見の良さを挙げながらも、かつて恥を知りなさい。あれ？恥を知りなさいなど強気のコメントで物議を醸したことに言及。発言が閣内不一致になるかもしれない要注意人物だと思いますと指摘した。言及したのは TBS サンデージャポンが捏造した VTR の中でのことです。その捏造が限りなく疑われている VTR の中で、かつての国会での三原淳子さんの恥を知りなさいというシーンは紹介されました。ただ、金子めぐみさんはこれ言及していないんです。サンデージャポンの捏造 VTR によってスポーツ報知のこたつ記事担当記者がそう受け止めたというのは仕方がないかもしれません。
そう思われても仕方がないような捏造 VTR が垂れ流されていたからです。よってサンデージャポンの捏造による印象操作は成功していたわけです。ただし、スポーツ報知のこたつ記事担当記者も、金子めぐみさんが言ってもいない恥を知りなさいに言及をしたと。これまた捏造。捏造の表現がいささかきついのであれば、ファンタジーストーリーを作り出していたということです。スポーツ報知のこたつ記事に政治的な目論みがあるかどうかはわかりません。ただ、一般的にこたつ記事というのはインプレッション稼ぎと見られます。よって、スポーツ報知のこたつ記事に政治的な目論みがないのであれば、やっていることは迷惑系 YouTuber。迷惑系 YouTuber と同じだということです。いや、そうじゃなく、サンジャポを見てたらそう思っちゃったんですよね、というのであれば、元記事は残したまんま、事実を上書きしなければ、金子めぐみさんの名誉は回復されないんです。言ってもいないことを言ったかのように捏造された VTR をそれをそのまま鵜呑みにしたんであれば、鵜呑みにした責任があるわけです。金子めぐみさんの名誉を回復しなければならないんじゃないでしょうか。これもまた、書き読なんです。サンジャポとスポーツ紙、ここに週刊誌も加えたときに、多重事故のようなゴミのもの、間違えました。マスコミによります、デタラメな書き読。これがまかり通っているんです。これまでのことを確認しておきます。10月6日のサンデージャポンの金子めぐみさんへのインタビュー、金子めぐみさんが、三原淳子少子化担当大臣を要注意人物と論評したかのようになっていました。そう受け止めちゃうよねっていうのは削除されたスポーツ報知のこたつ記事が証明します。その場には最低4人の撮影クルーがいて、その中の1人は間違いなく TBS の女性アナウンサーでした。そしてその TBS アナウンサーはサンデージャポンの生放送の現場にいながら、スタジオにいながら、金子めぐみさんの要注意人物だという論評は国賊発言でおなじみの村上誠一郎総務大臣へのものだと訂正しませんでした。さらにそれをお詫びする10月8日の TBS 昼帯では、サンデージャポンの VTR の中では金子めぐみさんが三原淳子さんについてめぐって呼ばれてるだとか、後輩の面倒見がいいだとか、こうした発言と一連の発言だということは紹介されませんでした。結論、 TBS は組織ぐるみで捏造をしているという疑惑が深まり続けているわけです。白がこう言ってます。伝統芸。TBS と言いますと、今から21年前の毎週日曜の朝から当時も今もネットを騒がせ続けております、最低モーニング、間違えました。サンデーモーニングって、当時の石原慎太郎都知事の日韓併合の歴史について、正反対の、今時で言うならば真逆のテロップをつけて、都知事の発言の語尾をゴニョゴニョっとなんか切り取りまして、全く意味が違うことから石原慎太郎都知事から訴えられております。さらに2006年には安倍晋三さんのポスターにゲリラ活動とテロップを入れまして、この時は総務省が放送法に基づく厳重注意という処分を下しています。2009年には二重行政を批判する文脈で、やらせ VTR を作りまして、この時もやはり総務省から厳重注意を受けています。直近では TBS 報道特集で、萩生田光一さんが明確に否定していることを、これまたやはり垂れ流しております。もはや TBS という組織体が捏造でできていると言っても過言ではないんじゃないでしょうか。いやいや、何かの手違いだというのであれば答えは簡単です。インタビューの生素材全部公開しなさいっていう話です。放送時間には尺には限界がある。いや、TBS ディグ、YouTube チャンネルでも垂れ流せばいいんですよ。あるいは TVer にしても U-NEXT にしても、まさにネットがありますなんです。これは盛りかけや裏金、脱税議員というないものを証明しろという悪魔の証明じゃありません。あるはずのものなんです。なければ VTR を編集なんかできないわけです。仮にですよ、その放送素材であるインタビューの VTR を出せなかったなかったダッサのであるならば、やはり赤坂にあるテレビ局の放送免許、放送電波をにょいって取り上げて、消えた消えた、やった
投をしなければならないと確信に至りそうになるとしておく今日この頃でございます。我々はあくまで是々非々でかかとに体重を残しまして頑張っていきます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、ニヤちゃんじゃんけんじゃんけんチョキ、私がチョキなのでグーを出してあなた、グッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出してあなた、あ、気が合いますね、あなたが私で13トリプルピー、そしてパーを出したあなた、さよなら、さよなら、さよなら、淀川長深い、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。